写真撮ってきた。えらい、またポツポツ来たやん。まあ、雨雲レーダー、嘘つきか、お前は。まあ、次が、まあ、ちょっと予定より遅れてきたな。ギーザとローザ出発が42分やけど、今46分か。まあ、次が、愚明寺っていうとこ。イメージとしてはどこやった？ここか、愚明寺。14番の愚明寺。これな、間引き開始。41分。えらい。また混んでるんかな。雨も降ってきたし。えらい、きつなってきたけど大丈夫か？雨が強なってきたけど大丈夫かって。まあ、とりあえず行ってみるか。バーって降ってきたらまだ止まる。さっきまでは止んでたのにな。はい、乗ってください。よいしょ。はいはい。ほんじゃ次は14番なので、愚明寺で追ってると思うんだよね。行ってきます。行ってきます。行ってきます。ギーザとローザはなんか置き方チェーン店なんかな。ん、反対？いや、覆ってる覆ってる。え、分かれへん。あれ曲がらなあかんかったん？もっと方向こい。53分。まあええやろ。これな、なんかめっちゃ反応が鈍いね。どうしたんっていうぐらい。ちゃうわ、これ曲がらなあかんわ。もうこの道がどうなんかがさっぱり分かれん。遠回りなんか近回りなんか、距離が長なったんかな。あんまり遠回りやって、距離に差が上がりすぎるとくるっとひっくり返れっていうもんな。グーグル先生、くるくるくるっと回って、それ言えへんと思ったこと思ったら、そんなめちゃくちゃね、距離的にあれやと思うから、まあ分かんねえだ。お、4分遅く到着。何が？嘘やん。嘘やん。そんなことないって。52分かかる？次何分だって予定表持ってる？これ曲がらん。1時23分着やば。今やったら何キロって書いてある？39キロ、28.2キロ、40。めっちゃ遠回りしてるんじゃんこれ。まあ行くしかない。もう一回リルートしてみる。
ここ曲がり言うてるか、曲がって止まってみる、止まれそうやん、ここやったら。そうやろ、そんだけ違うんやったらなあ、うん、それでも52分やで。うん、一緒やわ。もう分からんから行くわ。いや、まっすぐ行く。いや、ちょ待ってや、もうこの際遅いついでやから。高速道路とか使えるん？高速道路使わない設定になってない？一緒やな。んだ、行きます。もう土地勘がないと分かんねえ。マジ分かれ。ここはどこ？止まれ。よし、なんかスーッと行ってまいそうになったら赤信号や。信号あるやん。まあ雨がちょっとマシになった雨が折れへんようになった。やんだな。42キロ、なんか思ってるんとちゃうけど、まあしゃあないな。めっちゃ遠回りなんかな。まあ遠回りやったら元へ戻れって、ひっくり返れって言うよね。うん、そう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 、よう分からんけど Google 先生を信用せんのしゃあないろ。ああ、まあ涼しくてええんやけど。ザカエブチ23度、ただいまの気温23度でございます。あれに乗れへんのかな、高速。あの高速に乗れへんのかな、方向が違うんかな。厚木市、厚木市に帰ってきたんか。厚木市です。平塚とか言うてんね。多分これトンネル行ったらあかんねんか。トンネル行ったらあかんな、多分。これこれこれ、関口中央。これこっち来るときは、これこの下くぐったとこじゃん、ここ、うん、なあ戻ってきたな、戻ってもう思わずトンネル、あ、行ったらあかんような気がすると思うで。圏央道を走ります。 1.2 キロ圏央道を走るよ。覆ってるんかな。まあ覆ってるのは覆ってるけど、もうどこ走るかほんま分かれもう勘弁してほしいわ。とりあえず Google 先生の仰せの通りに。家で調べた聞いた時、こんなとこ通ってないような気がするんだけどな。分かんねえだ。そんな雨が降ってきそうな空でもないけど、雨が降ってきてるのにな。これ鬱陶しい。このちょぼ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 がさ、結構ダメージとしてドンとくんね。例えば服なんかちょっと濡れてへんやろぐらいがさ、結構濡れるんや。これが速度を走るんは NG やけど、もうこの際走らせてくれ。どこ行ってんのこれ、着くんかほんまに。ママ海老名や海老名。うん、なんかぐるーっと回ってきたんかどこ行くねんこれ。なんかめっちゃ遠回りしてる気がするけど、もっとちゃんと調べてくればよかった。もうデジャブかなんかか、昨日もここ走ったぞ。まだ23キロ26分、なんか全然遠回りな気がする。これ絶対遠回りやわ。下が混んでるんかな。おそらく昨日も同じとこ走ったよな。まさかまた走るとは。はい、横浜町田でございます。もうちょっとで右です。出口横浜市でございますわ。もうどこもここも真っ赤やな、道路の色が。昨日もここ来たな。んで、あっこもここも道路の色がみんな真っ赤や。じゃあこっちや。あと13キロ、13キロで18分。そんなかかんの。高速降りたら混んでるんかな。この高速自体が混んでるんかな。国道16号、横浜横須賀道路。雨がパラパラ、そん
んなパラパラ降りそうな雲じゃないのにな。反対車線がめっちゃ混んでんな、これずっと。もう道路が全部真っ赤やねんけど、びっくりするぐらい恐るべし都会やろ、お前。都会なんかな。あ、ゴールが見えた。めっちゃ遠回りしたと思うんやけど、どうなんやろ。混んでたからこっちの方が早い、わからんな。別所っていうんか、別所上大岡、上大岡なんていうの。 1.9 キロおります。まあ、これがどうやったんかって話だな。どうなんやろな、これは早かったん早かったんかどうなんか、謎謎です。別所インターチェンジおりますよ。別所上大岡。今一瞬急ランプがついたな。これ別所。160円。これ左折、あと9分、 2.5 キロ。わ、ガソリンが点滅し始めたよ。もうそこ、めっちゃ遠かった。めっちゃ遠回りや。あ、フューエルの点滅が消えた。 262.8 キロ。糸よ。まだ先、まだ先、まだ先、糸よ角や。フューエルランプがついてるな。どっかでガソリン入れるか。握れるよ、逆さんなんかねんな。昨日の渋滞が効いてんな。まああと50キロは走る。ちょっと今信号無視かもしれん。そこ、もうそこ、もうそこです。温泉があるここ、三浦湯。どこですか。あった、ここ。うん、とりあえず降りて。金はつけない。今まで金がつけた試しがないな。うん、ゆっくり行ってきてええよ。今手洗ってます。気持ちいいかな、手洗ってんの。あなた右左、おい、うん、あなちゃん一回でやるんだな。うん、冷たいね。倒れてる人がいるけど。えらいちゃんとマスクした。次パパか。
よいしょ。予定表も中であった、ね、ここが愚明寺、出発が14時3分、いや2時3分、2時8分やから5分遅なったな。ぐるっと回った割には。そうやん、ここはあんま時間かかんないけど、ママのトイレがなかったらもっと早かったかもしれない。うんで次が15回目の給油、ガソリン入れに行くで、 39.1キロやから、さっき玉変われへん、39キロ、37、これを ヘディングアップ、どう行くかやな。今日待って、どっちから来たんやろ。そうやん、あ、こっから下へ降りてこっちやろ、行かれへんのか、こっち、こっちから来たんじゃん。いや、ここ今止まってるところの上やもん、上やもんな、このそうそうそう、あこの商店街の手前を向こうやな。なあ、よし、ママと初めて意見が合ったから、それで行ってみよう。15回目の給油、ちょうどさ、首都高を通んねんけどさ、首都高がさ2人乗り禁止の区間があんねん、バイク あんねん。なんで一子だけ二人乗りしたらあかんねんっていう話やねんけど、よっ、よいしょ。よいしょ、足が上がれへん、よいしょ、はい、待ってください。なあ、多分あれやな、今車行ったとこやな。忘れもんないな、うん、パパのご朱印帳も入ってたな、財布も入ってたな。見といた方がええんちゃうか。